皆さんこんにちはまた今回は、えー、陰性期の文化続きですねやっていこうと思いますでは今日のラインナップ見ていくことにしましょう参ります衣装と絵画というところですね源氏物語絵巻やバンダの絵巻長寿儀画といったこれは絵画ですねそれから良人衣今用といったところ文学コシラ法を中心に作られた和歌集、えー、ですねそれから映画物語混雑物語集といったものも含め大鏡歴史書ですね見ていくことにしましょう はい、それでは絵画を見ていくことにしましょう参、まあ、ります。まずは源氏物語巻やっぱりポイントは時代なんですこの隕石の時代にこの源氏物語絵巻が書かれたということすなわちね源氏物語というこの文学そのものはいつ書かれたっけこの時代より前の国風文化の時代に書かれているだけど絵画は少し後のこの平安のこれ後期ね隕石、えー、の文化に書かれているということ まあ,あまりにも有名なやつ見たことある人もいるんじゃないかなと思いますこの「源氏物語巻」。 この絵巻物絵画の部分とちょっとここが端っこだけですけど文字の部分が両方必ずあるんだというところね「言葉書き」という文字の部分があるんだというのを押さえてください。これ「吹き抜け屋台」といって、まあ、いろんなシーンがありますけど家の外から見てるんだけどちょうど家の中が透けるトンで見えるようにね、まあ、手前側の壁がないような,なんかまるでドラマのセットみたいなそんな感じで描かれているのがこの「源氏物語絵巻」の特徴でもあります。そして同じ時期に この源氏物語という有名すぎるぐらいのものと同時期に伴大納言絵巻とそれから「長寿戯が伴大納言絵巻は横天門の辺について書いているそもそも横天門の辺って誰が出てくるっけ横天門の辺で横天門に火をつけたとして流された人物これは政治のところでやりましたよね平安の初期ですけど友の覚えてるよしお。吉尾 でこの友野義雄という人物がこのまさにバンダイナゴンなんだよねでこの友野義雄が法天門に火をつけたとして有罪になったりする、ねまあ、そんなシーンが書かれていたりする長寿戯画はあまりにも有名なものですけど見ていきたいですね上が万大納言巻下が長寿ギガまあこれ万大納言巻絵巻物ですから長いんですよ。でこの長い絵巻物なんかいろんなシーンがある。例えば その天文に火がつけられて燃えてるシーンとかこの友野義雄なんかが逮捕されていくシーンとかねそして下ここでは長寿儀が動物を擬人化人みたいにしてね分かるかなお釈迦様みたいなとこカエルが座ったりね猿みたいな人がこれを経を呼んでたりとか生徒はこれウサギだったりとか、まあ、こんな形でただちょっとなんていうのかなバカにしたような風刺したような、まあ、そんなえ あまりにも有名でね、まあ、これ日本の代表的なものとして世界にもこれ、えー、知られてるな絵画これが日本のものではあるのはみんな知ってると思うけど陰性期文化なんだ。 この平安後期の文化の時効の時代のものなんだというのをしっかり抑えることが大事ということになります万代の絵巻から長寿儀がいうところですでそれからあと細かいところ続きますけどね千面古車経というのはこれお経こういう形扇の形に下に絵が描かれていてその絵の表面に文字が書かれているまあ、ここでは文字といってもいわゆるお経が書かれているんですよね千面古車経結構見たらすぐわかるような平家農経はこれは 五福島神社厳しい島と書いて厳島神社に平の清盛が奉納納めたものというところですねこの平の清盛が厳島神社に納めたこれお経が美しい本当にね金銀ピカピカというかド派手ですけれどもね非常に綺麗ですねこんなのが今も残っていたりするということ厳島神社はどこにある秋の国広島県この旧国名が出てきたら必ずどこなのか都道府県で確認をする。 これ大事なポイント忘れないようにしてくださいはい、そしてまいりましょう。次、文学ですね文学、まず歌というところになりますこの時に流行った歌、今謡というのを後白河穂王が集めました両人秘書後白河穂王が、まさに当時今謡ってね、今風ということなんだけど 実際には七五鳥かな、えー、七文字五文字七文字五文字、五七五七七とかじゃなくてね、まあ、こういった流行った今うとか、まあ、それ以外に古代の歌謡であるバ原っていうのもあるんだけど集めて良人秘書なんていうのをこれ作りました、まあ、作らせました良人の字はちりですね鹿の下に土がつくので忘れないようにしてください他に田楽猿楽こういったものも出てきて流行ってきて 田植え祭り豊作を祈ってこれ農民がね、えー、その田植えなんかにこれあ田植えの時なんかにね太鼓たたいてふえふえいってどんどんピーヒャラどんどんどーんってね、まあ、こんなのが伝学という,ふうに言ったりします、えー、それからそれから歴史物語と書いてありますけれどもいわゆる「四経」「四鏡」このあと出てくるんだけど大鏡岩鏡水鏡いてねマ鏡まで出てくるこれの最初このあと出てくる「映画物語」と合わせてこのまあ 当然この時代に書かれてるからそれより前の時代のことを書いてるんですが藤原の道長とか全盛期の頃に対してこれ「いやー道長様素晴らしい」って賛美的に書いてるのかちょっと「け」みたいな感じでね一歩引いた形で皮肉っぽくこれ批判的に書いてるのか大鏡は批判的。 それから映画,映画物語は賛美的に作られているというのをちょっと抑えるようにしておいてくれればいいかなということになります。やはり時代この陰性期の文化なんだということは忘れないようにしないといけないところですね。はいそしていきましょう残りですね説、まあ、話集なんてあります。説話エピソード集としては「今雑物語集」ちょっとねちっちゃい文字になってますけどこの「説話」という言葉でしっかり一緒に 今昔物語集を抑えるようにしてください。要はこの時代の説話集って、もうそれだけがあの空欄を舐めする時のヒントになる時もあるぐらいなんだ。これ仏教の話だから、当然インド中国なんかから来てもおかしくないですよね。この3000近くある3000を超えるね。インド中国、日本の仏教説話。これが今昔物語集言いますね。そして軍記物としては賞門記、六ツ脇、これそれぞれ実際に起きた大きな事件。平ら将門の乱とか。 藤原のロナンあ,ったよ、ね、あの門の門乱を扱ったのが「正門期」紀そして「六脇」は前九年合戦後三年合戦、まあ、前九年の駅でも合戦でもいいですけどこれについて記したのが六「六まああの事件は東北で起きたっていうことを思い出すと六いけるんじゃないかなと思います。門と書いて「正門紀」っていうのだけはちょっと読み方を押さえてほしい。 それから今言ったやっぱり事件は例えば939年頃とかねこれ前9年だと1051年とかね10世紀11世紀のものなんだけど作られたのは平安の終わりこの陰性期の頃なんだやっぱりこの時代のズレがすごく重要というところになります。はははいいそれでは練習見ていくことにしましまままょう、まあ、ります、ま、ずは 絵巻物が発展し応天門の辺を描いたなんとかや動物,動物を擬人化して描いたなんとかの,のが生まれたと書いてあります。応天門の辺ですからちょっと長いかもなそれでもないかな万大名言絵巻縁起巻なんていう時もありますがこの万大名言絵巻 いやー動物を擬人化して描いたとありますからこれも有名なものですね。長よい,しょ漢字が難しいですけどね、えー、長が、なんていうところこんなのが生まれたそれからその下いきましょう後白河法をは民間の流行歌謡であるなんとかを学びなんとかを編んだ。 まあ当時流行っていた流行というところで今よ今っぽい今風今よを学び何とかを編んだまあ編纂した作らせたということでここでは「良人秘書」「針の尻」と書いて「良人」漢字が難しいですねこの時代はね。よいしょ。 良人人ね、良人秘書を作りましたそれからその下歴史物語として藤原の全盛期を賛美したなんとかまあ批判したと言ったら藤原の全盛期を批判したと言ったら大鏡でここは賛美したいや素晴らしい道長様的な話なので映画物語。 などが表された。そしてインド中国、日本の説を集めた。なんとかなどが書かれたなんて書いてありますね。ま説、あ、話というのが大きなキーワードですよ。なんていう話をしたかなと思います。今昔物語集。この後の鎌倉時代にもこの説話集がたくさんあるので、この隕石文化の時代の説話集と言われたら、この今昔物語集。 ただその集めてる切羽の数も一番多い、ね、数も非常に多い大規模なものでもあるんだというところになります。というわけで隕石文化のところね後半の文学のところを中心に見ていきました。はいということで隕石文化を見てきましたが。 ここもやっぱりポイントは文化ののの、まあ、時時代、代共通のもので時代ごとととに覚えるということなんだよね少し前の時代のことを書いたものとかが多かった平将の乱のことを証文記で書いていたりとかね「万代の前巻大天文の辺のことをこれ書いていたりとかね、まあ、事件とか出来事そのものは前の時代だけど書かれたのはこの時代隕石の文化というその時代のズレこれがこの時代のキーワードしっかり時代ごとに押さえるということを意識するようにしてみてください。